この後トラックでは成人女子 800m 決勝が行われます。この種目の大会記録は2分2秒64 U20 日本記録は2分2秒23日本記録は2分0秒45です。注目は予選を絶対トップで通過した兵庫の田中希実さん。女子 1000m、1500m、3000m の日本記録を持ち、オレゴン世界選手権に3種目出場した田中さんは6レーンに登場します。また全体の2位で通過しました新潟の山田花さんは5レーンに入ります。3レーンには日本選手権優勝の池崎愛理さん。大会記録更新を狙う田中さんの走りに注目です。成年女子 800m 決勝、まもなくスタートです。成年女子 800m 決勝、選手を紹介します。9レーン原あかり、長崎。8レーン内山成美、長野。7レーンあけまして、6レーン田中希実、兵庫。5レーン山田花、新潟。4レーン川田彩香、大阪。3レーン池崎愛理、広島。2レーン下畑文の、岐阜。以上の出場で成年女子 800m 決勝、
ただいまのレース1着田中さん兵庫2分5秒09じゃ2分7秒074着内山さん長野